中できてないな。まだ体が迷っているんだ。震えてたんだ。コントロールしたってブレンダー。太陽も月も何も完全にこっち向いていないが、やるしかないんだ。言い聞かせるようにそうつぶやいた。状況は悪いが、ただ逃げ出すんじゃ根性ないな。展望はないが、度胸でクリアするしかないや。衝動は抑えたまんまターゲットとの感覚探れ。必要なもんは勝つプライドを味わうのは勝利のピュシカ、それとも敗北の不純物か。その全ては二つに一つ操りたい。仕掛けるよ、イリュージョンの世界へ引きずり込んで、再現ないプレッシャーにするりと抜けて、栄光のボーダーライン飛び越えるために、ハメにどれくらいの代償がいる。手放したくないのはどう